皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネーム、おはぎさんよりいただきました。おはぎさん、最近お一言のアイデアが泉のように湧き出ていらっしゃるのでしょうかね。いつもありがとうございますでした。ラー、はい、ありがとうございます。そして本日のその気になるお一言ですが、じゃん、わあ、なんだか詩的な。詩っていうのはあれですよ、歌と書いての詩の方ですよ。はい、そのような感じのするとっても素敵な、そうですね、風景を思い浮かべさせるお一言となっております。これは難しいですね、皆様にご説明するの。まあまあ、簡単にご説明しますと、パンを作る原料となるものを栽培しているところはかなり輝いて見えるような感じがするといったような一言でございましょうか。ものすごい今僕の説明はヘタピッピーです。ヘタピッピーですみません。ですから多分想像はつかないと思います。これはちょっと難しいですよ、別に表現をするのが。とっても、ただ素敵な風景を思い浮かべられますね。そうですね、気になったのですけれども、これはあれでしょうか、こういうお一言を思い浮かべられるということは、おはぎさんは実際に目にしたことがあるのでございましょうかね。それはなんだか珍しいような気がしてしまいます。僕のイメージですと、海外でものすごい広大な敷地でそういうものが栽培されているイメージがありますから、なんか海外のイメージが強いんですよね。どうなんでしょうかね、おはぎさんがもしご覧になっていらっしゃるのでしたら、それは素敵な経験ですよね。僕も見たいなって思いますよ。僕引きこもりすなんて言われてますけども、結構美しい景色とかものすごい好きなんですよ。ですから世界遺産だとかそういうものだとかを本当は目にしたいんですよ、とっても。ですからそうですね、本当は目にしたいので、 VR とかでなんとかなりませんかね。 VR でなんとかなるんでしたら、もうそれでいいような気がするんですよね。どうかぜひとも VR を発展させて、すごい体感ができるような、そういう世界をどうかすごい開発者の方々よろしくお願いいたします。はい、家にいてもそういう体験ができることを楽しみにしてますよ、ということでして、この素敵な風景を思い浮かべさせられるこの一言言ってみましょうかね。おはぎさんよりの、それではいきますよ、おはぎさんよりの一言どうぞ。小麦畑は金色の巨大マット。